大西千風です。いつも大きな絵を絵画を油絵の具で描いています。今回の作品は、いつもは横長のものを描いているんですけど、縦にしようと思い、まあ、モデルさんはいつも使わずに描いてはいるんですけど、今回知り合った面白い方がいたので、そういうものを取り入れて描いていました。いつもこういうパターンのものはアトリエに入りきらないものが多数で、今回ももちろん入りきらず、ここで初めて見たんですけど、そういうふうにやってると、こう全体がもちろん見えないので、こうどうなっていくかを少しずつ頭の中で考えて、見えないけど想像しながら手探りでやっていくっていう感じでいつも書いています。計画を立てずにやっています。夏に東北に旅行に行きまして、そこで東北で見たこう津波の堤防やそういう場所を思いながら、私が知り合った方々がここにいたらなんかどういう表情や行動するのかなと思って書いていきました。普通の絵は、まあ、ある程度の大きさのものだと思うんですけど、私の絵はこういうふうに画面いっぱいにパノラマのように広がっていく作品が多いので、こうシアタールームのようにこう全身に絵に包まれるような感覚を味わっていただきたいなと思って作品制作をしております。